もシオン公国のために頑張るぞ。えいえいおえいえいおシオンちゃんがいるのはわかるけど、森田くんまでいるなんて。サイドゼロが受け入れられてきたってことでいいのかな。違うと思います。森田先輩はシオンに会いたいだけです。なんだよなんだよ、仲良くやっていこうぜ。はあ、頭の痛い問題が。マリカも何か言ってあげて。ってマリカ、マリカ、さっきからずっとスマホ見てるけど、そんなにチャット忙しいの？すみません、その、お母さんの体調が良くなくて、それで。え、大丈夫？今すぐ家に帰った方がいいよ。そうします。それじゃ、また明日。結局、昨日マリカちゃんのお母さんは大丈夫だったのかな。本当にお母さんの体調が悪かったのでしょうか。え？どういうこと？遅くなってごめんなさい。昨日はお母さんが風邪で、味見ができなくて、それであなたは嘘をついてます。え？何か事情があるってシオンにはわかるよ。マリカさんは好きで嘘をつくような人じゃないから、本当のことを聞かせてほしいな。嘘なんてついてません。母の具合が良くないみたいなので、今日はもう帰ります。それじゃあ。あ、マリカちゃん。何があったのかしら。悩み事があるなら相談に乗るのに。後を追いかけましょう。こんなこともあろうかと、マリカの腰にシーナリーパウダーがこぼれる袋をつけておきました。ジオラマで地面を表現するときなんかに使う粉ね。って、イオリちゃん、時々すごいよね。どうやら、彼女はこの中のようです。ここは、第ゼロにガンプラ部。すごいです。最新のガンプラ加工設備が整っています。高価な新型のバトルシステムまであるなんて驚きです。こんなに整った施設があるなら、ここをシオン公国の本拠地にしちゃおう。それは私たちのチームに入るということかな。あなたは榊シモン。そう、輝ける精鋭部隊ゴールデンコスモスのリーダーだ。学園のアイドルである大空寺君が私のチームに入ってくれるなら願ってもないことだよ。私の財力と大空寺君の人気があれば、ゴールデンコスモスは生徒会長を率いるラプラスネストをも超える力を手に入れるだろう。このガンブレ学園を手に入れたいと思わないかい？思わない。大空寺君はもう少し賢いと思っていたが、では仕方ない。ガンプラバトルで勝った方が言うことを聞くというのは。ガンプラバトルで勝てばここの施設を使えるの？やる！やっちゃう！そして勝ってみせちゃう！そう簡単に勝てるかな。諸君らのデータは全て筒抜けだ。そこにいる桜井君のおかげでね。
カちゃん、どうして？簡単な取引をしたのさ。予算の都合により第08物質を取り潰そうという話が出てね。みんな賛成したが、私は反対した。金がないなら私が出すとね。桜井君の腕を惜しんだからだ。バトルの腕は最低クラスだが、ガンプラ作りだけは素晴らしかったからな。そこであのカビ臭い第08物質を潰さない代わりに、私のチームのガンプラを作らせることになった。ついでにサイドゼロの情報も手に入れたというわけだ。そんなの脅迫と一緒よ。マリカちゃん、こっちへ。おいおい、そいつは裏切り者だぞ。違うよ、マリカさんは裏切り者なんかじゃない。シオン先輩、マリカさんは愛と笑顔と勇気と自由を愛するシオン公国の民として戦ったの。卑劣なやり方でシオンの臣民を怪我した罪は重いんだから、シオンがバトルで懲らしめてあげる。行くよ大佐。何の話だかさっぱりわからんが、バトルなら受けて立とう。そして大空寺君の人気は私のゴールデンコスモスがいただく。ガンプラバトル開始だ。ガンプラバトルあるところに放送部あり。今注目のサイドゼロが新たな強敵と熱いバトルを繰り広げます。財力に物を言わせて設備を整え、ガンブレ学園一の豪華ガンプラを揃えるゴールデンコスモス榊シモン。学園のアイドル大空寺シオンの人気と第02ガンプラ部の最新ガンプラ加工設備をかけたバトル、今回も目が離せません。さあそれでは激戦のガンプラバトルにレディーゴゴールデンコスモス榊シモン出る。次の機体はビクトリーガンダム。シャクロリンコが今日も実況をお届けいたします。私だって戦います。私のガンプラを見ててください。第三勢力の討伐クエストです。複数の敵が相手となるとチームワークが試されますね。行きましょう先輩、私も魅力などのお手伝いします。バイバーイ。強気です。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。なんだと。苦手ですけど負けられません。薄汚いガンプラめ、粛清してやる。当たって、プレイヤー5撃破されました。チーンとかマリアつけちゃうから期待してて。そこゴパーツが期待できそうなターゲットです。
これは撃破しておきたいですね。やってやる。チームレッド、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。失敗しちゃった。まあ、いいか。細かいことは気にしない、気にしない。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。失敗しちゃった。まあ、いいか。細かいことは気にしない、気にしない。薄汚いガンプラめ、粛清してやる。プレイヤー5、撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。クエスト失敗だ。私だってミスくらいするぞ。目標を駆逐します。そこです。やった。痛が庶民と。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。さすが我らがリーダー。衝突ターゲットが指定されました。さあ、どちらのチームが先に討伐することができるのか。クエスト開始だ。私の華麗なるプレイ、その目に焼き付けるがいい。薄汚いガンプラめ、粛清してやる。チームレッド、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。さすが我らがリーダー。見える。シオンにも敵が見えるぞ。プレイヤー4、撃破されました。プレイヤー5、撃破されました。とっておきです。チームブルー、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。クエスト失敗だと。私だってミスくらいするさ。今、チームブルーの手にキーパーツが渡りました。さあ、回収は間に合うのか。キーパーツ、早く捨てちゃいましょう。チームブルー、決めました。リンクルにおいて最も大きなポイントが入りました。なんだと。やりましたね、チームレッド。これは大きなポイントです。さすが我らがリーダー。安っぽいパーツの寄せ集めよ。全て破壊してやろう。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。さすが我らがリーダー。それが全てですけど、負けられません。決まった。サイドゼロの勝利だ。そんな原型からカスタマイズした私の最強ガンプラが負けるなんて。ガンプラの性能の違いが戦力の決定的な差ではないということです。このガンプラに何百万かかったと思っているんだ。原型、素材、海外製の高級塗料、そしてこの設備、これらを使った私のガンプラが負けるはずがないんだ。どんなに優れた機体があっても、扱う人がおごり高ぶっていたらダメです。おごり高ぶっていた。そうか、金に明かせて優れたガンプラを作らせても、それを扱う私自身が見合っていないということか。
仏作って魂入れずということですね。その通りです。ガンプラに魂を入れるのは扱う人なんです。私の戦い方はガンプラビルダーの道を外れたゲスなやり方だったというわけか。桜井君。え、すまなかった。私は今日、今この時から心を入れ替え、シオン公国の民として一からやり直すことを誓おう。ジークシオン、ジークシオン。やったー、これでまたシオン公国の臣民が増えたね。それに豪華設備まで手に入っちゃった。この調子で頑張ろうね、大佐。ジークシオン。これって生徒会打倒に向かっている